つまりメイ姉さんは彼女のことを知ってるんですか？ええ、世界の泡と固有世界の歴史には多少の違いがあるけど、あれは確かにメイ博士だった。全文明起源の実質的なリーダー、あのケビンさえも従わせる天才。じゃあメイ先輩は彼女を信じていいと思ってるの？人類という視点から考えれば彼女は味方でしょうね。でも知ってる限りでは彼女の理性は常人が受け入れられる度合いをはるかに超えてるわ。でも今のところ確かに手も足も出ないんだよね。ブローニャはどう思う？まずは彼女のアドバイス通りにしましょう。行動するときは一箇所に集中することを避け、互いにサポートできる余裕を残せばいいと思います。ええ、私も同じ意見よ。けど彼女に聞かなければならないこともあるの。例えばこの世界の泡はどこから来たのかとか、彼女はどうやって成婚計画に関わったのかとかね。そのことに関しては根掘り葉掘り聞くしかなさそうだね。やっぱり納得できないの？あの件に対してそんなに違和感があるのかしら？むしろどう思います？結局のところ私は普通の人間でしかないもの。あんな状況なら絶望して当然でしょ。ましてや私にはそういう相手、もしくは信念がない。存在するだけで何も考えずに希望を持てる相手がね、あなたの存在に気づいてその絶望がすぐに消えた理由については、それがみんなが私の指揮を受け入れる根本的な理由でもあるの。彼らが必要としているのは絶望しないリーダーじゃない、絶望から立ち直れる組織者よ。それを私に話して何の役に立つんです？まさか本当に私を彼女だと思ってるわけじゃないでしょうね。あなたが彼女になる必要はないわ。私はただ自分とある不器用な男との違いを言ってみただけだから。それってケビンのことですか？他に誰がいるの？先に言っておきますけど、私たちに協力するということはつまりあのケビンに喧嘩を売るってことですからね。そんなことどうでもいいって言ったら？はい？少なくとも私にとっては、あなたたちが固有世界に戻れるように協力することも耐えられる状況の一つだから。言い換えればケビンなら気にしないはずよ。チッ、その点に関しては本当に自信過剰なんですね。ありがとう。外に出たらケビンをボコボコにしますから楽しみにしていてください。いいわね、あなたに倒されるなんて。ケビンにとってはいい経験になるかもしれないわ。あなたね、まあいいでしょう。もうすぐ死ぬ人間を相手に本気になるなんて、むしろこっちがバカみたいですから。まったく嫌な人ですね。口を挟む隙間が全くないな。けどもうすぐ死ぬってどういう意味だろう。まさかメイ博士は。どう？考えはまとまった？もう一度計画をまとめてもらえるかしら。私たちの知ってる情報はどうしても雑然としてるから。わかったわ。計画の中心となる方針はとても簡単よ。その後何があったとしても、あなたたちの最優先事項は固有世界に戻ること。そして私はこの世界の泡を存続させる方法を見つけるの。それを前提とすると合理的な解決方法は一つだけ。この世界の泡をもう一度虚数の抹消に接続し、ここの放映を本物の世界にすればいい。かつてデュランダルがしたようにってことかな。それは不可能ではないけど少し難しいってあなたたちも知ってるよね。もちろん私もあなたたちと出会うまで肝心な起動条件を満たせずにいた。
私の疑問はそこにあるの、メイ博士。協力しようと言い出したのはあなただったけど、その計画を聞いて思ったのよ。私たちってあなたにとってそんなに必要なの？偶然にしては出来すぎた展開で思わず疑ってしまうわ。その意見は一理あるわね。この世界の泡を道具にしてもいいと応じたけど、さすがにあなたたちが来ることは予測できなかったわ。だから証明は難しいけど、確かにこれは嬉しい誤算よ。空の律者、それから四季の律者、あなたたちの力は私にとって実用的な役割を持っているから。え？私たちが有する条件を確認するために勝手にいろいろ演繹したの。どうか悪く思わないで。私が前に話してた固有世界と連絡を取るとある方法も実はそうなの。腹を割って話すと、この世界の泡は終焉の律者が本物の世界から剥がした存在。私たちの頭上にあるあの地球もおそらく領域外の飾りね。終焉の律者、実は直接会うこともできるのよ。もちろん残骸でしかないけど。の落ち着いて、百聞は一見にしかず。終焉の律者のことは後で実際に目にした時にまた話しましょう。とにかく終焉の律者は固有世界を滅ぼした瞬間に私たちを作ったの。それを予見したあのメイ博士はそのまま成婚計画に適した目標を探させた。それってブローニャたちの世界のメイ博士があなたを見つけたということですか？それは違うわ、ブローニャ。成婚計画がこの世界の泡を見つけた時にはもうあのメイ博士は固有世界で亡くなってたから。ただ私は彼女の残影として大半の思想を受け継いでた。だからこそすでに亡くなった彼女と素早く合意することができたの。もっと分かりやすい言い方に変えましょう。当時この消失する寸前の世界の泡で私たちは道具を物色する成婚計画の信号を捕捉したの。簡単な話し合いの後、私たちはその信号に向かって領域を自ら解放し、この世界の泡が最も穏当な形で成婚計画に捕捉、保存されるようにした。つまり、固有世界のケビンや他の人たちは、この世界の泡は道具に適しているという結果を得ただけで、私本人と交流をしたわけじゃないの。それだと、むしろ外部の世界とのつながりを持っていないと強調してるように聞こえるわ。でも好奇心旺盛なあなたたちだもの。こうしてはっきりさせた方が私の計画をより信頼できるようになるでしょ。とにかく私は成婚計画に対する知識を利用し、この世界の泡を道具にさせることで私たち自身が存続する可能性を手に入れた。その後残った思考能力で長い間様々な状況を演繹したけれど、あなたたちの律者の力を借りることでこちら側の資源消耗を最適化できたの。ついてきて。あちらの景色を目にすれば私の言いたいことも理解できるはずよ。あなたの役に立てるのは空の律者と四季の律者です。それはつまりブローニャとメイ姉さんは参加しなくても大丈夫ということでしょうか？一時的なものだけど確かにそうなるわね。じゃあ少し離れてもいいですか？先ほどメイ姉さんと会った時にブローニャと二人で大事な話をしたいと言われましたので。私が？あ、ええ、そうなの。偏りを避けるための言い訳。そうよね、キアナちゃん。私たちの出番はしばらくないみたいだから、ちょっとした用事を済ませてくるわね。安心して、用事が終わったらすぐにみんなと合流するから。用事？いつからそんな。あのことだよね。わかったよ。終わったら早く合流してよね。
れは崩壊獣。ええ、さっき話した通り、ここでは世界自体が随時消えること以外に崩壊の脅威とも向き合わなければならないの。メインではないけれど、一つの挑戦ではある。この辺に来るとはっきり見えるわね。これが終焉の律者よ。へえ、確かにすごいですね。ただここは世界の泡だから、この残骸に本物の終焉の力はない。とはいえ、もし固有世界の終焉の律者が再び活動し始めたら、残骸もそれから力を得るかもしれないわね。じゃあもし成婚計画が成就したら。あら、知らないの？成婚計画自体、終焉の力が必要なの。でなければ人類はどうやって惑星を再構築できるような力を手に入れるの？それは、とにかくあらゆる力と協力しなければ、この世界の泡は消えていくだけよ。別にそのために嘆く必要はないわ。自分で運命を決められないことこそが漁師の海での常識、幻影の逃げられない運命だから。さて、ネガティブな話はやめましょう。これからポジティブなことをするんだもの。着いたわ。ちょっと、少し歩いただけでしょ。もうすぐ死ぬ人間なんてそういうものなのよ。慣れてもらうしかないわね。そんなことより、抜け毛が増えたことの方が気になるわ。さて、本題に戻りましょう。二人が私にとって必要不可欠な理由、その一部はここにある。これは普通じゃない橋？ええ、厳密に言うと世界の泡を虚数の抹消に再接続する、その計画にとって二人の存在は最初から必要ってわけじゃないの。最初の鍵は私の人工知能、プロメテウス17号。今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。あなた、自分が何て言ったのか分かってます？今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。この世界の泡が完全停止する前に、私はあらゆる計画関連の知識を彼女の記憶体に保存しておいたの。ずっと続けてた癖みたいなものかしら。私がアイデアを出し、彼女が手配する。私たちはそうやって作業効率を上げてきたの。でもそれだけなら。今からその説明をしようと思ってたのよ。実際に近づくと少し危険かもしれないから。ごめんなさい、あまり得意じゃないの。私に任せて。不思議でしょ？世界の泡と固有世界の間が浸潤してるから、あそこの空間自体が存在しなくなっているの。肉眼で橋の向こう側のエリアを確認できるけど、あそこは事実上はもう一つの世界よ。そして残念ながら、プロメテウスは今あちら側に閉じ込められてる。つまりあんたが本当に必要としてるのは空の律者の力なんだね。でも今の状況を考えれば、その力を十分に活用するためにはシキちゃんのサポートも必要よ。ああ、
なるほど。じっと見つめて何？心配する必要はないわ。影として私はもともと成婚計画の一部始終を覚えているから。こういう世界の執行者が明らかになった今、彼が選びそうな行動プランを推測するのもさほど難しくないわ。それに彼は一番無理をするあのケビンだもの。じゃあ博士はヨルムンガンドが今までしてきたことも推測できるの？例えば地球の今の状況とかは？それは難しいわね。固有世界には世界の泡の視点からは知り得ない人やことがたくさんある。今のところ成婚計画はまだ可逆的なはずだとしか言えないわ。けどあなたたちの封印のほころびは結構わかりやすいものなのよ。わざと残したように見えるくらい。ほころび？そうよ。リュツ社はみんな同じように力が使えなくなってるけど、シキちゃんは比較的多くの力を持ってる。その多さがあなたたちを私のところに来させたの。だからその一部を元に推測すれば一つの可能性を教えられるわ。精神の枷よ。それって私たちの力は精神的な面で封印されてるってこと？はい。意識の律者の精神面を封印する？冗談じゃない。信じられません。だってありえないでしょ。確かに不可能なように見えるけど別に前例がないわけじゃないのよ。例えばスーがもう一人の指揮の律者にしたことと比べて、ケビンの手段はあなたの力を殺したわけじゃない。彼があなたに狙いを定めた場合、他人に暗示をかけるどころか自由に行動することすら難しいと思うわよ。それで現状はそんなに悪くないって伝えようとしてます？スーやアポニアがここにいるなら私たちの難題は解決できるでしょうね。でも精神感受型の戦士がいない今、ああ難しいわね。一体どこに行けば都政の羽が見つかるのかしら。ちょっ、わかりやすすぎない？彼女でもさすがに。嘘。待って、式の律者、メイ博士の話はまだ終わってないかもしれないよ。ほら。うるさい。カセだって言うなら今から打破してみせる。で、その打破って一体どういう意味？キエナのターン。私の番。キエナの私の番。私の番。変化は？ないなら続けて。でも彼女がここまで本気になるなんて。待って、まさか。もう一撃ちょうだい。もっと力を込めて。は？
あなた変態なの？決戦の時は来た。やっぱり精神が弱くなるとこの枷も。メイ博士はわざとそう言ったのかな。キアナ、喧嘩中に何してるの？私の番、キアナのターン。私の番、キアナの。私の番、もげ。キアナのターン。私の番、キアナのターン。キアナ、私の番、キアナの。はいはい、認めるよ。今はあんたの方がずっと強い。私の負けだよ。ここから出よう。まだ大事な用事が残ってるから。ふん、分かったならそれでいい。待って、今が大事な用事でしょ。誰があなたと勝負すると言った？まあ、もしあの牧年人と一緒にかかってきたってボコボコにしてあげるけど。分かった、そこから動かないで。その枷を解くことができるかちゃんと試すから。多分その必要はないと思うよ。まずはここから出よう。さっきのメイ博士の態度は適当すぎるって思ってたけど、彼女の本当の意図は私たちが考えてたものと違うみたい。ちょっと、出ると言ったら出してもらえるとでも思ってる？私の立場はどうでもいいの？ううん、私自力でここから出られるみたいだよ。は？何を？あれ？メイ博士、もうここから離れたの？彼女のことはいいでしょう。ちゃんと説明して、今のどういう意味？簡単だよ。メイ博士は負けず嫌いなあんたを刺激したかったわけじゃない。私の枷を解いてもらおうとしたんだ。彼女の目的はあんたが私をボコボコにする、それだけだよ。あなた頭がおかしいんじゃ。いや違う、二人とも頭がおかしいとしか考えられない。私もまだ信じられないけど、ここは事実で説明してあげる。理屈はよくわからない。でも神なるもの、変化の極みなり。元凶で戦ってた時、私の精神があんたに削られたことによって律者の力の枷も弱くなったんだ。それに理由はわからないけど、退去剣気自身の力もあまり枷の影響を受けてはいなかったし、だからあの時あんたにもう一撃ちょうだいって言ったんだよ。そう、剣気を使って枷を回避するコツを見つけるためにね。そんなに簡単ならとっくにやってあげてるし、あなたが手を煩わさなくてもよかったんじゃない？それはうまく説明できないや。私にとって偶然できたみたいな感じだから。でも確かにあんたのおかげだよ、シキちゃん。精神空間で他人を弱くする能力は
あんたしか持ってないからね。だからそんな風に呼ばないでって言ってるの。どちらが年上かもわからないし、おかしいでしょ。たまたま運に恵まれただけだよ。あなたをボコボコにするのが私の唯一の目的だったんだから。はいはい、まぐれかどうかはおそらくメイ博士だけが知ってると思うよ。今はメイ先輩たちと合流しよう。多分博士もそこにいると思う。どうやらおめでとうと言った方がいいみたい。仲間と合流しに行くのね。ちょっと一体どういうこと？最初からこうなるって分かってたんですか？なんて言えばいいのかしら。やってみてもいいんじゃないという気持ちだったのよ。精神面のコントロールに関する造形はそんなに深くないの。戒律を研究した経験があるだけだから。でもあなたたちにある信用に関しては抗議的に言えば私の発明だった。見極めるのもそう難しくないわ。悪いけど今は退去研究という名前です。名前は重要じゃないわ。あなたたちの研究は戒律と同じソースを持ってる。結局のところ一種の精神の枷よ。メカニズム的にもう一つの精神の枷を解除することはできないけれど、互いに牽制するくらいなら余裕でしょうね。もちろんわざと刺激するような言葉を選んだのは一種の実験よ。最初が肝心ならいっそのこと戦闘中に精神を枷と共に消耗させればいい。体力面では少しデメリットがあるとはいえ、今見ると誰もが喜ぶ大当たりだった。そうよね。じゃあどうして？どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか、そう聞きたいのよね。キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。はい？冗談よ。証拠が十分じゃないもの。ただ予想だけならできるわ。おそらく律者コアがあなたの手元にないからかもしれないわね。でも博士はどうして直接教えてくれなかったの？無駄に怒ることになるから四季の律者がかわいそうだよ。ちょっと何を言ってるの。別にかわいそうとかじゃないし、わけがわからない。もしかしたら自分のメンツの問題かもしれないわよ。いい結果が得られなくても責任を追及されることはない。そうでしょ。さて、冗談はここまでにしましょう。これから仲間たちと合流するのよね。でも今この先にある道に入ろうとするのはいささか気が早いわね。なぜなら誰かが私たちに隠れて特殊な方法で会話をしてるからよ。手分けして行動するための言い訳だと思ってたけど、まさか本当に話があるとはね。じゃあ律者の力を使えない今でも30万人の声が聞こえたりするの？いえ、ですがコアが反応しなくなってから彼らを感知する力はより鮮明になっていました。そしてその過程の中で伝承というものは消失を通して存在を証明するものだとブローニャはようやく理解しました。確かに彼らの声は消えましたが、その意志はより明確なものになりました。何かを決めるとき、その考えは自分のものなのか、それとも彼らのものなのか、時々ブローニャ自身にもよくわからなくなります。今日四季の律者に無意識のうちに考えを誘導されたときみたいに。でもこの話だけなら別に四季の律者がいたときでも話せると思うけど。確かに、なんと言えばいいのでしょう。この場合
ブローニャやメイ姉さんというより、ここに立っているのはまず二人の伝承者だと思います。確かに、厳密に言えばまだみんなに英傑と古の楽園の話をしたことはないけれど、やっぱりブローニャちゃんはブローニャちゃんなのよね。キアナもバカじゃありませんよ。ただ彼女はきっと慌てて自分の話を語ることなんてしたくないのでしょう。二人ともそういう人ですから。それでブローニャちゃんにとって、確かにヨルムンガンド側にいたメイ姉さんの経験はよく知りません。リタが入手した情報を加えたとしても同じように得ることはないでしょう。ですがブローニャたちに共通事項があるせいでしょうか、再会してからなんとなく感じたんです。何らかの伝承を手にしたことによってメイ姉さんは以前と違って他人の犠牲を理解できるようになったみたいです。以前と違って理解できるなんてね。ブローニャちゃん、私その件に対して、私はブローニャちゃんが私を信じてるようには自分を信じてないの。でも彼らから、英傑たちからあることを学んだわ。変えられない時が来るまで自分がどういう人間なのかはわからないものだって。ところで今のブローニャちゃんの口ぶりだと過去に対する非難が含まれていないように感じるんだけど。もちろんです。千葉学園の廃墟にいた時もメイ姉さんは何一つ間違ったことをしていません。それに伝承というのはとても複雑なものだとブローニャは知っていますから。メイ姉さんもブローニャもキアナもリタもデュランダルさんも、そして委員長や学園長も、実際は違う道を歩いて同じ場所に帰っただけですから。例えば犠牲に対して、メイ姉さんとキアナはそれぞれ真逆の道を選びました。ですがその二つの道が真逆だったからこそ、メイ姉さんとキアナのように真逆な二人は本当の意味で心を通わせ互いのことを理解できたのだと思います。ブローニャちゃん、メイ姉さんだって気づいているでしょう。この半年間でキアナはまた成長しました。友人として二人の意志が再び肩を並べるようになったことをブローニャは心から嬉しく思います。ブローニャから見て今のメイ姉さんとキアナは本当の意味で仲直りできるまであと一歩というところだと思いますが。なるほど、確かにこれは他人に聞かせたくない話題ね。ありがとうブローニャちゃん。どういたしまして。でもそれならメイ姉さん、同じように成長したと自負しているブローニャと少し手合わせしてみませんか。いいわね。けど手加減なんてしないわよ。メイ先輩、ブローニャ、二人とも一体何をしてたの？何でもないわ。少しおしゃべりしただけ。そうよね、ブローニャちゃん。はい。嬉しくなったので、ついメイ姉様と手合わせしてしまいました。キアナの方はどうでしたか？え？うん。メイ博士のアドバイスは確かに効果があったよ。今は空の律者の力を一部使えるようになってる。先に言っておくけど、私のサポートのおかげだよ。うん、四季の律者がサポートしてくれたおかげで向こうの世界へとつながっている通路を修復できたんだ。なんだか物足りない。こう話すべきだよ。
偉大なる四季の律者様がサポートしてくれたおかげ。分かったわ。それ以上言わなくても大丈夫よ。状況はもう把握したから。じゃあもう出発してもいいのよね。うん。二人がおしゃべりしてた時にメイ博士がプロメテウスに合流のメッセージを送ってたから。でも向こうのエリアは想像よりもずっと広いから手分けして探した方が効率的だと思うんだ。4人。ちょっとそんな些細なことに私も入れないで。じゃあ私たちの思考をつないでもらってもいい？一応未知のエリアだし、それにあんたにしかできないことだから。私をこき使うつもり？通信機器を使えばいいでしょ。でもここは月だよ。月にいたって力の安売りはしないよ。もう大丈夫よキアナちゃん。3人でも十分だと思うわ。善は急げ。すぐに出発しましょう。ここからは手分けして行動しよう。ええ、気をつけていきましょう。もちろんです。これは人が作った兵器のはず。無差別に他人の接近を阻止してるのかな。厄介なことになりました。これらの工業製品はあなたたちの接近を阻止することを唯一の目的としていましたが、それはむしろあなた自身を守るためでした。ここの抑制装置が設置されてから人為的にオフするのはこれが初めてです。見知らぬ律者、起源の後継者、あなたは将来重大な事故の責任を取ることになるかもしれません。彼女の体、プロメテウス17号という呼び方の方がより正確です。ここから離れてください。抑制装置を再起動します。ただの残骸でも、私のような幻影になったとしても、それからにじみ出る崩壊エネルギーは決して無視できません。あなた、それ以上危険な真似をするつもりなら先にその腕を失うことになるわよ。メイ先輩？なんと言えばいいのでしょう。結局四季の律者はブローニャたちの思考をつないでくれました。キアナが気づいていないだけです。え？そうだったんだ。でも彼女は私に危害を加えようとしてないよ。それに彼女こそが私たちの探してる人だから。かなり理解しやすい理屈だと思いますが、一応お伝えしておきます。
腕を変えることくらい簡単です。しかし私がすぐに抑制装置を起動した場合、メイ博士のスケジュールに3回分の葬式が増えることになるかもしれません。待って、私たちはそのメイ博士の依頼でここに来たんだよ。はい、メッセージは受け取っています。ですが衝突が発生しうる場面ですから、生死を決められるように優勢を確保しなければなりません。少なくとも共倒れを可能にしなければ。あなた。ですが私は悪魔ではありません。状況は明らかになっています。このまま私と対峙するか、それとも場所を変えて友好的な話し合いをしますか。なるほど、メイ博士はすでにあなたたちに彼女の考えを説明してたのですね。つまりいわゆる世界の泡を虚数の抹消に再接続することについて聞きたいと。うん、メイ博士はできるはずだって確信してた。でも具体的な技術の詳細は把握してないんだって。ほとんどの知識は私が記録しているからですか。そうだよ。はあ、また似たような言い訳ですか。言い訳？彼女は時間をかけて説明したくないことがあると似たような言い訳をして私の方に押し付けるんです。数えてみましたが、これで4021回目です。つまり結論を言えば、そういった協力関係は本当に存在しているんですね。皆さんの気持ちを考慮せず答えるなら、はい。本題に戻りましょう。簡単に言うと、そうですね、こういう風に説明しましょう。私たちは漁師の海の開拓を行った時に想定外の何かを見つけました。それと虚数空間の間にある潜在的なつながりによって繰り込みが可能になります。何かって？巨樹の残骸の一種です。巨樹の残骸のことは分かりますか？巨樹の残骸、ニヒリズムとかのことかしら。以前倒したことがある敵なんだけど。いいですね。神秘主義とニヒリズムは似たようなものですが少し強いですから、実存主義と比べれば簡単に倒せます。それは哲学の話ではなく、巨樹の残骸、ニヒリズムのような名前の話ですか？はい、あなたは私の表現をよく理解できていますね。ですが一つわからないことがあります。巨樹の残骸はどうして漁師の海に現れたんですか？常識では考えられません。その点に関しては実は私もよくわかりません。なんといってもそれはもともと消える寸前の状態でしたから。あの断橋みたいに？はい、干渉しなければそういう運命になるでしょう。ですがあなたがここに来た以上、成り行きに任せる必要はありません。それを御する具体的なプランはまだ演算中ですが。御する？さすがに上に乗るっていう意味じゃないよね。はあ、やはり説明が必要でしたか。面倒です。いえ、もっと簡単に説明します。巨樹の残骸は一種の死体ですが、抹消とは微弱なつながりを保っています。つまりハッキングが可能だということです。だからそれを壊すと同時にそういうつながりをキープできれば使い物になるという意味ですね。はい、この世界の泡の些細な大量なら巨樹の残骸の帯域幅を使い抹消に再接続することができ、同時にあなたたちも固有世界に戻れます。簡単そうに聞こえるね。つまりその巨樹の残骸をボコボコにすればいいってことでしょ？しかし一連の作業自体は言うほど簡単ではありませんよね。当然です。今のあなたたちの力ではたとえ神秘主義を倒せたとしても、そういったつながりは
コントロールできません。あ、やってみないとわからないんじゃない？焦らないでください。十分に準備をすれば解決できない問題はありません。適度な悲観はむしろ一種の先見の明になる。これはメイ博士が私に入力した一つ目の常識で非常に有効です。その常識から考えれば、あなたたちがこれからすべきことは私が指揮を取った方がより穏当だと思います。意義はありますか？メイ先輩とブローニャはどう思う？私たちは問題を解決するためにここにやってきた。それなら合に従ってもいいんじゃないかしら。よろしい。では空の律者の力を持つ者、巨樹の残骸を復活させる方法を後ほどじっくり教えてあげましょう。あの断橋を修復した時と同じように、それの完全な姿を私たちのいる空間に再現するのです。さらにもう一つ、繰り込みの技術を覚えて例のつながりを保存し、それを利用して目的を果たす必要があります。はあ、どうかしたの？こうして一気に話しても少しくどいですよね。さっさと行動してしまいましょう。え、大丈夫なの？大丈夫です。キアナは中央のホールで待機、ついでに目標を把握すること。メイとブローニは雑用係として必要なビーコンを確認してください。その後私はメイ博士を連れて合流します。何か問題があった場合、例の指揮の律者チャンネルを使ってください。メイ博士が私も追加してくれるはずですから。以上です、解散。あ、待って、彼女どうしちゃったんだろう。わかりません。急に疲れたのかもしれませんね。ロボットも疲れるのかしら。重装ウサギは疲れます。ですが今は彼女が残したメモを確認しましょう。ふむ、文字での説明は結構詳しいですね。彼女は単に口頭での交流に飽きたんだろうね。テスラ博士にもそういう時期があったみたい。テスラ博士もですか？そうですね、想像できます。でもプロメテウスはもう勝手にどこか行ってしまったし、ここで彼女の性格を分析しても意味はなさそうね。そうだね、まずは彼女に言われた通りに動こう。他に選択肢もないしね。ええ、キアナの言う通りです。あいつが例の巨樹の残骸みたいだね。キアナさん、キアナさん、聞こえますか？キアナさん。どうやら彼女たちはあなたを見つけたようね、17号。あなたがフォローする必要なんてないくらいに事態はスムーズに進んでるの？そういうわけではありません。しかし総合的に見て一度ここに戻る必要がありました。知識で説明できないものが少しありましたので、人類のいわゆるむしゃくしゃした感情だとでも思っておいてください。あら、終焉装置の残骸に何か異常でもあったの？外に浸透する崩壊エネルギーを抑制するための抑制装置は一時的にオフになっています。
ですが、その点に関して特に問題はありません。私が理解できないのは、博士、どうしてあの子たちを騙したんですか？それが優しい嘘だというのはわかります。ですが、博士が世界を裏切るために何も知らない彼女たちを利用するなんて、あまり誇らしいことではないと思います。その非難は少し大げさじゃないかしら。あなたも知ってるでしょ、この世界の泡が起動してから破滅は逆らえないプロセスになってる。裏切りというより順応といった方がもっと正確でしょ。分かっています。人はいずれ死にますから。ですが、メイ博士、40日後の消滅と恋に今日死を求めることはやはり違うと思います。僕がここにいることを知っていたのか、フア。スーが何気なく教えてくれました。あれは2000年以上前のことですが、私たちがそれぞれ先行者として使命を果たしていた頃、あなたはある会議を欠席しました。スー曰く、毎年この日になるとあなたは他に大事な用事があっても、体に負担がかかっても、第二の神の鍵を使って一人でここに来る。そして終焉の律者の痕跡を眺め一日を過ごすと。これは約束だ。僕は守らなければならない。だが君がここに来る必要はない。余計なことだ。君も見たはずだ、成婚計画を遂行している間、ヨルムンガンドは君のために休憩場所を用意した。確かにあれは現実よりも美しい退去山でした。ですが、私が隠者としての生活を求めているわけではないこともあなたは知っているはずです。それは過去による習慣に過ぎません。それだけです。とにかくできる限り君と戦いたくない。私があなたを止めると思っているんですか？そう、かつてスーがしたように。フア、イニシエの楽園はもう存在しない。どうやら私はかつての私たちにとって大事なものを忘れてしまっているようです。構わない。今の君にとってそれはもう重要なものではなくなった。見るといい。この場所こそが宇宙で最もありふれた景色だ。まるで墓のように何もない。そうですね。ところでこう考えると少し薄情すぎる気がしますが、ですがケビン、あなたにとってこの世代の人々は私たちと同じ種ではあってもあなたの同類ではないのでしょう。いや、フア、彼らを同類として考えることはそう難しくはない。本当に難しいのは放っておくことだ。それは分かっています。だからこそ私はここに来たのです。彼女たちのために。いいえ、まずはあなたのためです。少なくとも私から見て、この瞬間あなたには自分の言葉を理解できる同類が必要だと思ったのです。たとえ何も言わなくても
対立することになっても。ふわ。ええ。それ以上は必要ない。ケビン。まだあの時と同じように、自分を憎んでいるのですか？わからない。私を見ると個人を思い出してしまうのなら、あなたの最後の夢の話をしましょう。あなたは成し遂げました。終結を阻止した結果、もう一つの終結がやってきたとしても、少なくともあなたから見れば人類は崩壊に打ち勝ったと言えるでしょう。いや、その件は、まあいい。ごめんなさい、こんな時なのに。あなたとの会話にもっとふさわしい人を選べたらよかったんですが。君が悪いわけではない。だから謝らなくてもいい。じゃあ今後はどうするつもりですか？過去がそうであったなら未来もそうなるだろう。一人のヒーローとしてですか？ふわ、それは一度も実現しなかった呼び方だ。そして実現する可能性は今後もない。ならば一人の罪人として。わかりました。だから今のあなたはこんなにも脆く、寂しく、そして ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。そうでしょ？